た。お知らせ、お知らせ。骨っぽいお座りらしい。やっぱマンスジ見えてたんだ。見えてたの。あの下着が 見え隠れしてたって。あマジか、うん。気をつけなきゃ。やっぱあの閲覧が多いとね、パンパンになりやすいキャリちゃん。あそうだよね。変態版。変態。気をつけよう。気をつけよお茶、はい、そこにあるどいて全然気づかなかった、うん、ありがとう。エンディさんも呼べばよかったね。ね。あのエンディさん次あの食卓が始まります。週一の鍋パーティー。確かに家族でエンディ来てほしかったな。確かに。あのよかったらジャパーズなんでね。おお。うん。入れたばっか、本当に、本当に、粉、日本だけ取ったから、うどんもしゃぶしゃぶだよ。うどん硬いでしょ、うん、硬すぎたでしょ、うん、粉食ってる感じでしょ、うん、粉いると思う。うわ、これあれだ、ちょっと待って、これあれだ。ハイチュウでリュウのヒゲ作ったやつと同じ味する。これ味っていうか粉の感じが、うん、作ってたね、クラウト。トラウマになってる。あれこれ分かんない。リュウのヒゲってなんかさ、ね、あるじゃないか。あー分かった、韓国で売ってるやつだ。そう、中国らしいけどね、あれ。ほらねえねえ、そっちの端末見して。うん、こうやって充電ないんだ、うん、全然見えない文字が。ブリガキかも、うん、これ稲田しゃぶしゃぶ、あ、そうそう、
クラ病ってあのデコルト兄さんにクラミジアパリスって言われた。クラミジアクラ。あ、クラ病ってやつ。ちょっとやめて。チラチラまゆちゃん見ながらブリを奪ってるだけ。全然あんまだあるよ、ほら。全然ね、ちゃんと食べてるよ。そう。なんかさ、3人これ家族っていうか、あのさ、兄弟みたいなんかな。あー、兄弟っぽいかも。私は姉貴。姉貴って呼んでさ、私のことね、クラブ姉貴ぽいね、確かにぽい。私妹。そうチャリちゃん、あの施設からあの迎え入れた妹めちゃ訳あり家族。繋がってないんだもん。なるほどなるほど同級生でも確かにそうか、同級生だもんね。年齢はね、年齢はね、同級生じゃないの、同い年。うん、なんか分かんない、なんか姉貴っぽい。キャリーちゃんが一足先に33歳になるんだっけ。そうだね、だから一つで、うん、だから同い年ってこと、キャリーちゃんと。うん、学年がね。うん、これでも同じ中学校だった時のことを考えるとどうなってたんだろうね。なんとだね一切絡みがなかった。あ、確かに大人になってからこうね、うん、絡んでるからこそ今こう絡みあるのもあるか、うん、すごい大人しかった中学とかの時。あ、そうなんだ。そう、へえ、無口。結構無口で。けいちゃんはあれな、専門学校卒。あ、そうだね。そうなんだ。え、前にさ、小6まで一言も男子と喋んなかったの、普通の人そんなことある。そうなの。本当で、話しかけられてもしかとしてた。いじめられた、本当に。幽霊みたいだね、とか想像つかないでしょ、男の子が苦手だったの、ずっと。え、私今クラム君と喋ってる時にブリ取った？え、取ってないよ。あ、ここにあるもんね、だってね。あ、大丈夫だよ。え、変なコメントしないでよ、ちょっと。まゆちゃんくれてるから。そうそう、ちゃんとくれてる、奪われてない。
いや、結構お腹いっぱいだね。そうだね、あ、そう、キャリーちゃんの枠ね。こっちじゃ全然わかんなかった。あ、皆さん、あの、無料アイテムお願いします。12時になりました。エンディーがいた。エンディーさん、ありがとう。無料アイテムお願いします。全力の、これ、キャリーちゃんと交換、キャリーちゃんと交換お願いします。交換で、まえちゃんとからもお願いします。全力のやつありがとう、ありがとう。おいしい、おいしい、みんなで食べるからね。そう、よりおいしいよね。プリのガキうまいな。プリのガキうまい。じゃあ次のテーマはキムチ鍋です。何ね、キムチ鍋も。ひよこさんもね、ほんと来ればよかったのね。ほんとだね、せっかくブリのね、ガキの死骸がこんなにいっぱいあるのに。ブリのガキの死骸が、ガキの死骸。ありがとう、無料アイテム。いや、明日はパパがあの仕事だから出張だからね。そう、パパがね、いる時じゃないと。あ、大丈夫、大丈夫。なんかさ、キャリーちゃん話してたんだけど、なんかさ、私がさ、クラン君とあっちで寝て、キャリーちゃんもここで配信してるのも、なんか全て変な感じじゃないって思うのが、思ってない。変な感じ？変な感じしない？あ、まあね、変な感じだね。確かに。これが一番変、あ、すごい変な感じ。変な感じだよね。だって私がクラウン君を止めてたんだよ、キャリーちゃん。もうそんな男やめなって言ってた。そうだよ、そう。私がクラウン君の時、クラウン君の好きな時はね、俺がキャリ、俺がまゆちゃんに突っかかったの。まゆちゃんの中に見えるのは、まゆちゃん、まゆちゃん、まゆまゆちゃん。ありがとうございます。匿名さん、ありがとう。後で確認します。ありがとうございます。違うんだって、だから俺は魂を売ったわけじゃないんだよ。え？これは魂売ったのって言ってた。どういうことそれ？魂売ったってどういうこと？悪魔に魂を売ったなって。私悪魔ってこと？そう。なんで？いや、わかんないけど。私悪魔に見える？結構優しいって言われるんだけど。いや、俺は本当に魂を売ったわけじゃないんだよ、これ。だって俺本当に別に閲覧いらないもん。そんなんじゃないもんね。そんなんじゃないんだよ。じゃあどんなんだ。じゃあどんなんだよ。どういうことなんだよ、これは。確かに。じゃあどうなの。そういうことだよ。どういうこと。そういうことだよ。そういうことってどういうこと。ブリキターってブリキターブリキター言わないと分かんないのかよ。うん。分かんないのかよ。いや、お前は言わんと分からんのか。うんじゃないよ、そこは。うんとかじゃないんだよ。今の服部平次とかね。ああ。
ます。ありがとうございます。ありがとうございます。実はキャリーは四角になっているが端っこにぶり隠れているとか結構お腹いっぱい、うん、私もお腹いっぱいだった中途半端に残っちゃった、食べれるキャリーちゃん食べれるめいちゃんって食べれるんじゃない？あと一杯ぐらい。一杯？一杯？一杯じゃなくて何杯？あと一二三四五。ああ食べるわ。あと六杯どう？あと六杯。あと六杯どう？ああ。じゃあ二枚は？あ二枚はいける。じゃあ二枚食べようか。わかった。これ冷蔵庫入れてスープにしちゃおうかな明日、うん、いいと思う、ね、クランク1時に帰るんだっけ、うん、そしたらさ、うん、まあ、私洗い物しないといけないから、うん、枠切るから、うん、30分さ、うん、なんか見つめ合う30分ぐらい。どういうこと？30分見つめ合う時間いるくない？どういうこと？だって仕事もうあれじゃない、もうお泊まりできないじゃん、うん、今日は、うん、じゃあ1週間ぐらい多分お泊まりできないから、うん、30分ぐらい見つめ合う時間。どこで？あっちで。いや俺するよ。あ、でもキャリーちゃんにしてもらおうかな。キャリーちゃんにしてもらおうかな。怖い。待って、見つめ合うのって怖い。でもさ、見つめ合うよね、結構ね。うん。今日1時間ぐらい見つめ合ったよね。いや、40分ぐらいだね。あ、40分だっけ。別にそんな変なことじゃないよね。見つめ合ってくれるの？暇人だから。お前は言わんとわからんのか。そのネタ知らないんでしょ。食べるから、うん、夜めっちゃ食うみたいな。あ、だから一日一食をめっちゃみたいな。でもその間めっちゃ間食はするのよ。お菓子食べるのめっちゃ。あ、お菓子食べるんだ。あ、苦しい。
しぶり。あ、そっか、俺のじゃ見れないのか。あ、それ前のだ、撮って。ありがとう、誰だろう。お久しぶり。ヘリちゃん、デザート先に食べたからね。あ、そうだそうだ、プリンね、食べた。あ、ひーちゃん、ありがとう、ひーちゃん、ありがとうございます、ひーちゃん。プリン美味しかった。これね、キャリーちゃんにね、茨城行ったからね、お土産買ってきてあげたのよ。そこのファインまでそこのファインまでね、茨城行ったから。茨城のファミマかと思ってた。そこのファミマ、そこのファミマ、ちょっと忘れちゃった。あ、全然いいけど。いや、メロンパン買いたかったんだけどね、完売だったんだよ。ごちそうさまでした。ありがとう。うん、ありがとう。ハルくんとマイちゃんに作っちゃって、何でも。あ、ありがとうございます。これじゃないの？あ、のっちゃん、ありがとう。あ、これ。あ、母と二人で。あ、こういうことですかね。まゆちゃんでハート作って、ハートになってないけどね、これ多分。なんか丸みたいな。キャリーちゃんも入ろう。すいません。ほら、こうやって。そう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お腹いっぱい。お腹いっぱいだ。じゃあちょっと終わろうかな、ちょっと。クラ君帰るんだよね。うん、私も、うん、終わろうかな。え、キュリちゃんも終わるの？え、キュリちゃん終わるの？みんな終わるの？あ、そう、私も洗い物して。一本してみますか。疲れたんだ。そう、もう4時間やってからの今の枠。そうだね。明日もちょっと仕事。あ、ね。って。疲れるよね。そうだね。今日は長時間やった。一回タバコ吸おう。タバコ吸おう。あれ、箱は？充電したっけな。ありがとう。いや、ちょっと動けない、苦しくて苦しくて動けない。あ、エンジンがなんか言ってる。ん、またエンジン見れません、エンジン。これ
エビが嫌いで見るのもなんかもダメみたいな。へえ。まあ、でもエビってさ、よく考えたらキモいよね。まあ、ねよく食べようと思ったよ、ね、あんなの。確かに確かに、うん、そうかな、うまいけど。見た目キモくないですか、だいぶ。そうか、わかんない。カニとか、エビなんかだってキモい虫みたいじゃん。姿焼きみたいな、うん、あの形が、うん、ああいうのはちょっと見れないかな。ああ、嫌いなんだ。そう、あれもでもそうかもしれない。うん、鳥バラはそもそもあんま好きじゃない。あ、そうなんだ。あ、ごめんね。あ、ありがとうね。 あ、あっちに汁物だけ。皆さん、ちょっと終わりますね。また明日、クラン君は帰ります。ありがとうございました。クラン君帰ります。また、来週かな。皆さん、ね、昨日のイベントもね、本当ありがとうございました。あー、楽しい歯医者
げた。ファンタスティックもっちゃん、バケン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 、いいんですかもっちゃん、ファンタスティック、ありがとうございます。もっちゃん最高、ありがとう。もっちゃんありがとうございます。今日のイベントも本当ありがとうございました。皆さんのおかげで5位とリスワン取れたんで、よかった。初リスワンだからね、クランク。初リスワンだから。あ、そうだね、うん、じゃあまた明日、クランクはまた今度、うん、じゃあみんなおやすみなさーい。おやすみなさい。あ、最後にクランクの一人での、中に、あ、ハートの中に見えるのは、ハートの中に見えるのはクラちゃん、クラちゃん、クラクラちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。エンディが笑ってくれた。じゃあ皆さん最後に無料アイテムね、投げ切ってください。最後に本日の私の枠もちょっと今日は終わります。ピッ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 ピ